ジャニーズ事務所を飛び出し、飛べで躍進する平野紫耀、ジャニーズ事務所の大型人気グループからの脱退と、新たなエンターテインメントプロジェクト、飛べへの合流で、元キングプリンスメンバーである平野紫耀が驚異的な注目を浴びています。 その最新のサプライズは、女性ファッション誌、エルジャポンの特別版表紙に登場し、その人気によって出版社のサーバーがダウンするほどの平夜フィーバーを巻き起こしました。この記事では、平野耀のトベでの活動と、ジャニーズ事務所からの脱退後の躍進について詳しく探求します。トベとは何か とべは、滝沢秀明氏によって立ち上げられたエンターテインメント会社であり、その目標はジャニーズ事務所から独立し、新たな才能を発掘し、育てることです。このプロジェクトは、ジャニーズ事務所の枠を超え、多彩な才能が集結する場として注目されています。 そして、その一環として、元キングプリンスメンバーである平野紫耀が、飛べ、への合流を発表し、多くのファンを驚かせました。エルジャポン特別版の爆発的な人気。平野紫耀の、飛部での新たな活動が、ファンにとって待ち望まれていた中、女性ファッション誌、エルジャポンの特別版表紙に登場したことで、一気に、平野フィーバー、が巻き起こりました。 この特別版には、ルイ・ヴィトンの最新コレクションを着こなした平野のファッションポートレートとインタビューが掲載されており、多くのファンがその発売を待ち望んでいました。発売前に行われたネット予約では、出版社のサーバーがダウンするほどのアクセス殺到と、特別版が即座に完売する事態が発生しました。さらに、予約受付が再開された後も、 平野の人気により瞬く間に完売となり、ファンたちは書店での購入を余儀なくされました。このことからも、エルジャポンの平野仕用特別版は非常にプレミア価値が高まっていることが伺えます。平野仕様の SNS での圧倒的な人気。 平野紫仕様は、自身のインスタグラムアカウントを通じて、ファンとのコミュニケーションを積極的に行っており、その結果、驚異的なフォロワー数を誇っています。なんと、彼は、ジャニーズ事務所の大先輩である木村拓哉のフォロワー数を上回っており、406万人のフォロワーを持っています。さらに、ジャニーズ事務所内でも注目すべきは、 平野が単独のアカウントでありながら400万人以上のフォロワーを抱えている点です。これは平野仕様の個人的な魅力とファッションセンスが多くの人々に受け入れられている証拠と言えるでしょう。平野はジャニーズ事務所の他のアーティストと比較しても投稿へのいいね数で圧倒的な支持を受けており、その人気はますます高まっています。ダンス動画の成功。 平野紫仕様は、自身のインスタグラムアカウントを通じて、様々なコンテンツをファンと共有しています。特に注目されたのは、世界的なダンサーであるリーハタトップのコラボレーションによるダンス動画でした。この動画は519万回以上再生され、平野のダンススキルとエンターテインメント能力が世界中で高く評価されています。ジャニーズ事務所との対象。現在、 ジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏による性加害問題の影響を受け、大きな揺れの中にあります。一方で、トベはそのような状況においても、平野の仕様などの才能あるアーティストを抱え、着実に成功を収めています。これは、ジャニーズ事務所から独立し、新たなプロジェクトに参加したアーティストたちにとって、新たな可能性と舞台を提供していることを示しています。 平野仕様は、ジャニーズ事務所を離れ、飛べ、での新たなキャリアを着実に築き上げています。その驚異的なファッションセンス、SNS での人気、そしてエンターテインメント能力によって、彼は多くの人々から指示を受けています。ジャニーズ事務所とは異なる道を選んだ平野仕様の成功は、新たな才能の発掘と育成を目指す、飛べ。 プロジェクトの成功の一端でもあります。彼の今後の活動にますます注目が集まることでしょう。ますます。